はい、おはようございます。小石プロマスターです。1月26日日曜日ですね。今朝6時です。今日もですね、最近通ってる G 層に来ています。で今日は一人での調校ですね。もう今日が上がってきて、これからあと20分ぐらいで日が上がるんですけど、まあ、今日波付けはそんなにあるわけではないですけど、これから潮が上がっていくんで、ちょっとこれから足場が濡れるかなっていう感じだと思います。はい、で朝一発目は、ボアですねのチャートカラーで、フロントをシェートシングルにして、横の動きのダートをさせるような感じでちょっと朝攻めたいと思います。では行ってきます。はい、おはようございます。小石プロマスターです。今日もですね、シドニーから南に2時間ちょっと進んだ、G 層に来ています。今日のタックルですね、いつも通り、ゼナックの、アキュラ 100HH に、ソルティガーの4500番のスプールに P45 を巻いてますね。で、リーダーを130ポンドを、4キロ今日は巻いています。はい、ラピード F160 ですね。行ってみます。出た。出ましたね。サーモン、あーサーモンだな。あー抜けた抜けた。サーモンが入ってきてますな。ちなみに日本にはオージーサーモン、まあニュージーランドで呼ばれるカーワイっていうやつなんですけど、はいないと思うんですよね。一応なんか日本名丸鈴木っていう風に学名的にはついてるみたいですけど、まあ、多分日本、まあ聞いたことないですね、日本には。で、まあ、たまにどんな魚なんですかっていう風に聞かれるんですけど、ですね、まあ顔はちょっとアホ面と言いますか、でボラとブリを足してボラ寄りに割ったっていう感じですかね。でまあ一応ゲームフィッシュとしてはまあ引く感じですかね。まあでも平野さんに比べたらそんなことないですけど、でまあ魚の味としてはうまくないですね。一時期このルアーフィッシング始めた頃は釣れたらキャッキャッキャッキャ言いながら持って帰って食べたことありますけど、なんかもうちょっと好きじゃないですね俺は。まあ好きっていう人もいるみたいですけど、俺は好きじゃないですね。まあかなりしっかり血抜きとかしないと、結構匂いが強めらしいんで、強めらしいんですか、強いんで。はい、ちょっとまたサイズを落として、ルードスタンダードダイブサイズ50の170できます。
ちゃいな。ちっちゃいけど平政かな。あ、平政公園。およはい、ちっちゃい平政です。ルードのルアーですね。スタンダードダイブ50-170ってサイズに出ました。今投げて着水とほぼ同時に食いましたね。メダルジグかと思った。今ですね、お昼食べてコーヒー飲んでちょっと休憩して、また朝と同じ磯に戻ってきました。午前中はですね、平政のちっちゃいのが1匹、トップで出ただけで終わってしまったんで、まあ、午後これからですね、大きいのが出ればいいなと思ってます。ただですね、ちょっと結構風が強くてですね、でこの風のせいでちょっとうねりが上がると思うんですよね。ちょっとこれからどうなるか分かんないですけど、やってみたいと思います。では行ってきます。いいね、このサーモンは。何キロだ。4キロぐらい、4キロぐらいのサーモン、腹パンパンです。またラピードですね。4キロのオージーサーモンです。この目見てください。ふてぶてしい、お腹パンパン。
い、お疲れ様です。これで今日の聴講終わりました。聴歌としてはですね、朝一発小さいヒラマサが1匹トップに入れて、その後はですね、もうずっとオーストラリアンサーモンばっかりっていう感じでしたね。もう午後からは何投げてもオージーサーモンが食ってくるっていう感じで、ヒラマサのバイトは出なかったですね、残念ながら。はい、ボイスオブ TV ではですね、他にも、インスタグラム、フェイスブック、ツイッターやっていますんでね、気軽にフォローの方をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございます。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。では次回の動画で。